滋賀県立公文書館は2020年に開設した滋賀県のアーカイブ図機関。旧名は滋賀県県政資料室6月に開設。主に明治期以降に作成された特定歴史公文書や行政資料、寄贈、帰宅文書を閲覧に供している。県政資料室の開設は2006年11月に滋賀県公文書保存活用検討困惑会が 取りまとめた提言が直接の契機となっている。同懇和会は、大橋松行が座長を務め、2006年5月から、同年11月にわたり、計護会開催された。懇和会提言では、明治期昭和戦前期の永年保存文書の歴史的文書への指定や、同文書の管理、閲覧に必要な規定の整備、保存期間を満了した有期限保存文書の評価、選別など、 将来の公文書館設置を見据えて、暫定的に公文書館機能に代替する仕組みを設ける必要性が述べられている。この提言を受けた県は、2007年4月に歴史的文書の閲覧等に関する要項等を制定し、歴史的文書の閲覧や副写、撮影などの手続きを定めた。また、その利用サービスを行う場として、同年末から、 県庁新館3階の県民情報室を改装。2008年6月、同室内に県政資料室を開設するに至った。2011年4月、公文書等の管理に関する法律が施行されると、滋賀県でも時代に即した公文書の管理及び公文書館機能の整備を図るため、2015年7月に公文書管理に関する有識者懇話会が設置される。 同婚和会は佐伯明弘が座長を務め、翌年5月まで経営5回開催された。県は同婚和会での議論を踏まえ、2016年9月に未来に引き継ぐ新たな公文書管理を目指してを策定。歴史的文書の利用請求権の創設や公文書の統一的な管理ルールの確立、歴史的文書の利便性の向上と情報提供の充実など、 新たな公文書管理ルールの整備に向けて取り組む考えを示した。その後、町内で議論を重ねた県は、2018年5月に、滋賀県公文書等の管理に関する条例の制定等について、常任委員会に報告。11月には、滋賀県公文書等の管理に関する条例要項案を公表して、県民政策コメントを募った。 2019年3月15日、同条例及び関連条例が県議会で可決成立。2020年4月に施行され、県立公文書館が県政資料室を改祖して開設された。寄贈・帰宅文書公文書館では、年に一度保存期限が満了した廃棄対象文書の中から歴史的価値を有する公文書を評価選別している。 選別の順序としては、まず文書管理課である県民情報室の行政職員と公文書館の職員が複数のグループを作り、文書リスト上で確認を行う。その後、選別された文書を資料室の職員が現物確認し、選別会議を開催して、さらに絞り込む。この選別会議では文書を保存、廃棄する理由について、 県が定めた収集基準をもとに話し合う。その選別理由は、次年度以降の選別の際に参照するための記録として残している。行政経験のある行政職員と歴史的文書に詳しい資料室職員が作業に加わることで、より多面的な視点からの選別に努めているという。二0十六年は五から八月に実施し、全百三十九箱のうち、 21箱の保存が決まっている。年間4から8回、所蔵資料を中心とした企画展示を開催している。展示資料の選定には、利用者が関連テーマを調べる上で欠かせない文書が優先的に選ばれている。公文書館の展示の主な役割とは、所蔵文書を広く紹介することで、同文書の利用を促すことにあり、 自治体史の資料編に収録されるような汎用性の高い文章を探り当て、その存在を広く県内外の人々に知ってもらうことにこそ展示の第一義的な役割があるとの考えからである。企画終了後はホームページ上で全ての展示文書の写真と図録を掲載している。 普段公文書館で受けるレファレンスの一定数は、この掲載文書に関わるものであり、閲覧申請につながることも多いという。2018年3月に展示ケースを2台増設している。2010年12月より、県職員向けに行われていた歴史的文書解読講座を一般向けに内容を充実させた公開講座。講師は展示担当職員が務め、展示資料の背景や、 関連資料の紹介、資料の読み解き方を解説している。県が保有する歴史公文書の保存、活用を促進するため、毎年歴史的文書を考えるをテーマとして講演会を開催している。全国歴史資料保存利用機関連絡協議会、近畿部会との共催企画も多い。ありがとうございます。